デーモン・ウォー・ロックは、アメリカ合衆国の競争馬、シュボバ。2004年ワシントン州年度代表馬。事実上世界最後の調査ボワルセル系の種ボバで、ある。2歳から6歳にかけ28戦して10勝。特に2004年には6勝を挙げ、バドワイザー・エメラルド・エイチなどに勝ち、ロングエーカーズ・マイル・エッジで2着に入るかなりの活躍を見せた。ワシントン州の年度代表馬に選出。 5歳事例数後に故障していることが分かり、1年以上、休養したがその後は勝てなかった。2007年から、ワシントン州、ついでアリゾナ州、オレゴン州で、種ボバとして供養されている。2017年には、ワシントン州に戻り、種付け料1500ドル、またこの年から、クォーターホース向けにも種付け料1000ドルで供養される、予定である。 3区は2018年時点で37頭が出走、27頭が勝ち上がり、4頭がステークス勝ち馬となっている。代表3区は2019年ワシントン州最優秀3歳品馬のアリトルレストーク。成功したとは言い難いが、仕上がりも早く、このクラスの馬としては成績は悪くない。2020年には種付け数が 前年の1頭から4頭に増加した。不景は事実上滅んだと言って良いボアルセル系に属している。日本ではかつて新山などが知られ、アメリカやイギリスでもギャラントマンやタルヤーなどを排出したボアルセル系だが、2020年現在、この馬が世界最後の種ボバとなっている。ボアルセル系の親系統であるチョーサー系もボウ系はべて滅んでおり、 サイヤーライン上では極端に孤立している存在である。共通の不景祖先を持つ馬にたどり着くには、10代130年以上遡る必要がある。ありがとうございます。